こんにちは、ひろきですいただきます。もう6時40分。ああ、おいしい。今は特においしい。もうたまんない。僕、あの、ニュース報道関係以外の。 あの、バラエティ番組とかアート番組とかは一週間遅れで見てるんですけど、大体。まあ、ちょっと、あの、都合があって、あのそ、その方が、あの、録画の管理がしやすいので、それでそうしてるんですけど、あの、ほんまでっか TV っていう、フジテレビのバラエティ番組あるじゃないですか、あの、専門家たちがたくさん出てくる。あれ見てたんですよ、さっき。 そしたらもう驚愕の事実が出てきてようやく <laughs> 僕この年になってようやく僕の時代がやってきましたどういうことでしょうかなんと今やっとですよ時代が僕に追いついてきました今ですね女性から男性に 告白するパターンが非常に増えているらしいんですよ。で、あの逆に男性から女性にあの嫌な形で女性が嫌がるような形で告白するとなんと告白って言って告白ハラスメントっていう風に呼ばれるようになったらしいんですよ。もう僕の時代がやってきました。 皆さん、あの、僕、すっごい女性からのアプローチが多かったんですよ、これまで。これは正しかったんだということが証明されつつあります、皆さん。いやー、嬉しい、もう、こういうことなんですよ、皆さん。 告発違う告白ハラスメントというものがあるんですよ。もう僕中学校の頃からもう手編みのセーターとか女の子からもらったりとかしてからとにかく女性からのアプローチが多くて。 もう、それに慣れちゃって、もう自分から告白する勇気がないまま大人になってしまったというかわいそうな人間だと僕は自分で今まで思っていましたが、そうじゃなかったんです。時代の先を言ってただけなんです、僕は。やった。もう嬉しい。ね。よく考えてみてくださいよ。男性から、 好きもない男性から告白されてみんなどう断ったらいいのこの人って怒りだしたらどうしようとかあるじゃないですかけど女性から告白して男性が告白あのそれを断ったとしてもあのなんかちょっと面減らな人じゃない限り騒ぎ出したりしないじゃないですか <laughs> だから安全なんですよ女性から告白した方が。 もうようやく遅まきながら僕の時代がやってきました。もうこれからも僕は女性からのアプローチを待ちたいと思います。あの自分からはいかないぞというかいけない。<laughs> いけないな。<laughs> 2つの意味でいけないな。 けどね、そんな時代でいいんですかねブラジルとかでは男性が女性にどんどんアプローチしていってるかもしれないですよ。男性の皆さん。自分から行かないと他の女の人に取られちゃうかもしれないですよ。ね。もう、告白待ちの男性なんて自分に自信がある人だけにしましょう。本当は。ね。 僕みたいにあのできなくなった人みたいな人はかわいそうな人なんです本当はあのそうやって告白慣れせずに大人になってしまった男性は本当はかわいそうな人なんですはいこれが本当に言いたかったことです真面目な話はい真面目な話は本当はそういうことなんですけどね、はい まあなんていうかどうなのかなその女性からの告白待ちをしたがる男性っていうのはいいのかななんかプロポーズとか例えば考えてみるとえじゃあ女性からのプロポーズを待つのとかっていう話になりませんう どううなんでしょうねそういうことを考えるとちょうど複雑な気分になってきましたやっぱり僕ってダメなんだってちょっと暗くなって <laughs> あー暗くなっちゃった <laughs> 暗くなってきましたあーね世の中複雑だなーうーん僕も頑張ろうこれからも僕頑張ります自分から告白できるように自分からアプローチできるように頑張ります そんなところではい今日の配信はこれで以上になります今日というか今回の配信ははいまあまあお前の話には共感できるところもあるぞっていう方はぜひいいねボタンをお願いいたしますあとチャンネル登録お待ちしておりますはいじゃあまた次回の配信お待ちくださいさよならバイバイ